トラミのタダ飯万歳。提供は和風カフェしずくがお送りいたします。本日のドラミのタダ飯万歳。あ、その前に皆さん、はい、明けましておめでとうございます。てけてんてんてんってなんかやったら出ない。何も出ない今日。噴水とか出ない。うん、あの吹きが出る。はい。あ、当てた当てた。それちもう出ました出ました出ました。というわけで、本日のドラミのタダ飯万歳。今日はですね、何屋さんなの？和風カフェです。あ、後ろに看板がございますね。和風カフェしずくさんにお邪魔をしてただでこちになりたいと思います。はい、はい、それでは早速中にこれ聞いていいですか？のれんのれんですね。そうなんだ。のれんです。すいませんけど、まあいいよ、なんか帰ってもいい。帰ってきょう家とかちょっと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんかこんな感じになってちょっとなんかそれは事故事故がありましたが、皆さんお気になさらずに。というわけでちょっとこんな感じの姿になっておりますが、こんばんはさんまた今日よろしくお願いいたします。お客さんも中でお待ちのようなので早速ご陳列になりたいと思います。お邪魔します。はい、それでは本日のドラミのただ飯万歳。はい、今日はですね、和風カフェしずくさんに、はい、そうです。これ鶴田ですかね。鶴田です。ちょっと奥まってますが。そうです、鶴田。ただ剣道分かりやすいのは隣が大谷です。はい、そうなんです。もしかして野菜大谷で買ってます？違います。あ、失礼しました。じゃあそうです。はい、というわけで今日お邪魔しております。よろしくお願いいたします。はい、こちらの、なんかさっきから、ね、気配感じるんで。まあいいや。お店の、こちらはオーナー、はい、ママさん。そうです。塚田さんですか？はい、そうです。塚田恵子さん。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいですね。塚田恵子、57歳、主婦です。ハートとか書いてくれるようになったら。ちょっと楽しいです。というわけで、はい。はい、今日さっきから、まあいいや、美味しくいただきます。ほっとこ、とりあえずじゃあいただきたいと思いますが、はい、今日はですね、何を出していただいたかと申しますと、こちらは日替わりランチと、はい、それから季節の野菜カレーがこう定番でいつも置いてあるんですけど、はいはい、いろんな種類はなくて、はい、まあ、3種類ぐらいしかないのね。はい、でこれが今日の日替わりランチの日替わりお肉と野菜のニラソースがけです。うまそうです。これ手作りニラで、はい、ニラは手作りじゃない、ソースが手作りで、はいはい、すっごい評判いいんです。いいと思います。すっごい評判いいんです。これ、はい、わかりました。野菜がいっぱい食べれますから。あ、わかりました。はい、でこちらのカレーは何カレーなんでしょうか？これは、はい、まあ、普通 の売ってるカレーのパック、はあで作ってるんだけども、普通ですね。そう、普通なんです。そう、普通のご飯屋なんですけど、はあはあ、で中がボイルした野菜が入ってる、はい、で特に大根が、どれちょっと探していいですか？はい、あ、なんとまずはここにほうれん草発見。小松菜。あ、これ小松菜なの。あ、大根発見。はい、この大根の食感が大根と思えないんです。なるほど。食べたらびっくり。わかりました。では、はい、せっかくちょっとおほじくったので、はい、まずこちらから行かせていただきたいと思います。はい、野菜カレーです。こちらはいつでも食べられるんですね。いつでも食べられます。はい、ありがとうございます。じゃあ先ほどの噂の大根のところを、はい、これどんなになって入ってるんですか？ほんと面白いんですけど、いいですか？なんか、あ、いっぱい、ほじってもいっぱい出てる大根が。すごい、なんか野菜すごいですね。野菜カレーなんで。わー、あ、すいません、野菜カレーでした。はい。いただきます。うん、野菜美味しい。大根これ一回ボイルしてあるんです本当に。はい。あ、なるほど。言われないと大根ってわからない。うん。多分わかんないで食べちゃうから。はい。なんだろうなんだろうと思いつつ。はい、でもこれってことは全部すごい野菜がいっぱいです。ちょっとごめんなさい見た目変ですけど。キャベツです。本当にキャベツも入っているし。どっかに椎茸も入ってる。あ、じゃあ椎茸出てきたら皆さんにご報告したいと思います。すごいすごい。じゃあこれをご飯でいただく感じで。そうなんです。はい。ありがとうございます。サラダもついて。はい。なんかしれ。はい。ちなみにお飲み物とかデザートは？コーヒー飲み放題です。やったー。今からいっぱい飲んで帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあこのカレーもいただきつつつつ、先ほどのご自慢のニラソースの、はい、しまった、今年から前回始めたのに忘れたぞ。次回から。
というわけでいただきたいと思いますが、はい、あ、これなんかちょっとお家でご飯みたいな感じでいいですね、これ。そうなんです、はい、あのすごいお味噌汁も具沢山です。いただきます。見て見て、すごいよね。うちで残った時にいっぱい入ってちゃったみたいな、後から足しちゃったみたいなぐらい入ってます、うん、はい、いいと思います。ありがとうございます。うん、大根の葉っぱ巻いて、うん、これ大根の葉っぱ、そうです、うん、ね、普通普通にうまい。普通のご飯屋さんなんで。なんですね、はい、見た目でも言っていいですか、入り口は怪しいっすよ。そうなの。なんか普通だったんですけどね。私たち見た目変だけどなんか普通みたいな。普通です。というわけで、あ、じゃあ、はい、予想いただきたいと思います。はい、はい、あ、これもすごい野菜いっぱいだ。見て見て、人参。やった。じゃあちょっとこれご飯と一緒にいただきたいと思います。はい、まずは先ほどのニラソースを。はい、いいでしょうか、これ。あ、いいですね。いい匂いです。うん、普通にうまい。本当にうまい。うん、あ、これ評判いいわ、これ。うん、辛みはないんですけど、すごい後で来ますね。そうなの、オリジナルネギソース、うん、わかりました。ありがとうございます。あ、これ季節の白菜いいですね。でも今年野菜いっぱいですけど、野菜高くて大変じゃなかったですか。大変でした。もうすごく、だから一時期もやしばっかり、うん、それもどうか。でもそれ事情が分かっていいですよね。そのもやしばっかりの時にちょっと来てみたかったかな、私。もうあの手この手でもやしが。でもそれはそれでアイディアですからね。そうなんです。すごいですね。こうな、さつま揚げとこれなんか煮物、本当にうちっぽいですね。そうなんです。なんかうちに帰ったらうちにありそうなメニューでも醤油味がうまい。美味しいです。はい、ありがとうございます。ではですね、私ちょっとこれいただいてますんで、すみません、ママさん。店の場所とか、はい、住所とか電話番号とか、はい、こんにちは、あんてこありますんで、一通りざっと言っていただいていいでしょうか。はい。はい、まあ、失礼します。はい。後ろで匂い我慢してます。いや、言っていい？うまい。うまそう。言っていい？うまい。スプーン持って食べさせてくれるから。ないないない。それはないから。どうぞ、ママさん。はい、はい、鶴田町229のこれハイブリッジ交流って40年ぐらい前の古いマンションなんです、ここね、の1階にあります。こっちなんです。あ、こっちね。私食べてるだけなの。で、電話は置いてないんで、うん、私の携帯になります。090-2147-6364。すごいね、個人携帯。そう、情報が載りましたね。すごいね、個人情報がこれインターネット出ちゃうんですよ。いいんですか。あんまり構わない。まあ、いらしいですね。皆さんぜひ。あんまり変なような電話だと切っちゃうから。いや、ちょっと来ないと思います。大丈夫ですか。お願いします。じゃ、営業時間なんかは、11時から2時までがランチで、あと夜の7時から10時までが何もない居酒屋です。すいません、何にもないんですか。何にもない。メニューも持ち込み。あ、そういうじゃなくて。失礼しました。あの、普通いっぱいにあるようなお客さんが希望するようなものは何もないです。だいたいメニューがないんで。味わい美化。美味しい、うん、すごい美味しい。だから何もない居酒屋。あ、作ってる本人いいですね。散々食べたんで。野菜がとにかく取れるって、この時期すごい、うん、お得感と健康志向が一緒になってて、そう、女の人も、まるまるおかわりして食べますね。うん、これ、みんな美味しいの。カレーはおかわり自由にしたんですよ。うそ。あのね、カレーってなんか、そんな目であり。いや、でもカレーって、なんかおかわりしたくない。うん、だってうちでするもん。するよね。する。するよね。うん、ルーだっておかわりとか、ご飯だっておかわりしたくなるでしょ。うんうんうん、だ、女の子が来てて、まるまるおかわりでしたね。皆さん聞いて、聞いていただけましたか。この店おかわり自由です。マジなんですか。そう、じゃあ、そこに誰にも言わないときます。はい、はい、お願いします。なんか言っちゃうんで、そう、ラジオでも言っちゃうんで、あ、しまったって感じですね。ちょっと私今、うん、美味しいです。はい、美味しいです。なるほど、ね。うん、はい、あの、大根がね、今すっごい美味しいでしょ。美味しかった大根、うん、そうだったので、うん、これを引き続き、はい、あの、で、はい、あの、今
今研究中なのが味噌ジンギスカン、はい、そうこれね、そうなの、これからですよ皆さん、これからです、これを見た後ですからね、はい、今年そうですね、もう今年も新年明けてしまってますので、大体いつ頃の予定なの、狙っていきたいと思います。もう1月が3日からなんで、はい、それまでに作ろうと思ってるんですけど、はい、あ、なるほど、じゃあもうそろそろ出来上がってるはずですね。そうなんです、はい、どうですか、うん、じゃあ今度来た時に出来上がっていることを、うん、家族で味噌ジンギスカンを北海道で食べたのね、うん、でもみんなで感動して、はいはい、私北海道生まれなんだけど食べたことがなかったの。ちょっとね、ママさんここね北海道生まれなんですか。そう、私はね、でも味噌ジンギスカンを食べたことがなかったの、はいはいはい、でここでもそのラムの匂いが嫌って人多いじゃないですか。多いですね、はい、だからラムの匂いのしない味噌ジンギスカンを今作ろうと思って頑張ってる。これなんか特許かもしれないよ、流行るかもしれない。お願いします。いや、私なんてカメラに向かってお願いします。そうか、ついカメラ忘れちゃうの、こんなの初めてなんで。ですね、うん、私にお願いされても私ただで食べてるだけなので、はい、でもこうやって美味しいって言ってきますから大丈夫です。はい、お願いします。というわけで今日は美味しかったですね。こういうとこよく嗅ぎつけるよね。もうすごい匂いがするのすぐ飛んでる。いろんな匂いに敏感ですので、はい、というわけでですね、今日は、はい、こちらは住所の方言っていただきましたね、鶴田229ハイブリッジ、確かに建物古い、はい、改装してる気がしますけど、はいはい、ところでママさん、なんでこんなことしてるの。お披露目、うん、で今年の10月の中頃から、去年の10月の中頃から。あ、そっか、はい、まあでもまあそんなもんですね、はいはい、なるほどなるほど、そうだったんですね、はい、もうどうですか、お客さんもだいぶつきました。まだやっぱり入り口が怪しすぎるからね。そう、怪しすぎるんで、で、なんで怪しくしたかって言ったら、ここ前はずっと居酒屋さんだったの。はい、知ってます。で、居酒屋さんでこう夜とかに あんまり酔っ払った人は、うん、こう得意じゃないなと思って、はい、だから酔っ払った人が入ってこれないようにいろいろ当人なりに考えて作戦はあったらしいんですが、まあ、それが成功してるか失敗してるかよく分かんないです私には、まあ、とりあえず頑張っていただきたいと思いますが、はい、じゃあ最後にですね、またミントちゃん、すいませんね、はい、今日いろいろご紹介していただいたり、うん、後ろでこ今日美味しいって言って心の叫びをね、うん、叫んでおりますし、美味しかったです。じゃあよかったじゃん、というわけでこの後また、あ、そうですか、じゃあこの後いただきたいと思いますが、はい、はい、本日のドラミの片飯万歳新年第一弾ということでですね、和風カフェです。いやでも第一弾こんな怪しいと今年もまたいや、ね、いい感じのスタートだと思います。次回も来ますから ね、はい、ね、これからちょっと頻繁に出る予定になっておりますので、はい、旅側でございますがよろしくお願いいたします。というわけでドラミの片飯万歳は、和風カフェしずくさんにお邪魔してごちになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれから4つ並んでたのでみんなでいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、皆さん頑張ってください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。